そう、そんな感じ。半袖、寒かった。寒くて帰りやばかった。眠いね。そう、パーカーも着ちゃった。寒くて。そう、 GU のやつですよ、メンズ。寒い。前買ったやつ。そう、やば、寝てたからさ、めっちゃぼーっとするわ。無事に起きれました。もう一回寝ていいの？でも寝れますよ、全然。ほんまに寝れる。台風ね、大丈夫かな、台風な。ね、12日の公演もね、発表されてたね。どうなるのか。めっちゃ強そう。やばいな。なおに服あげたいなと思って買っちゃったやって。本当ですか？ありがとう。なんかそんな、なんかなおのことを思ってくれたんですかね。そのいや、思い出してくれただけでも嬉しいので。でも大丈夫ですよ、ありがとうね、ほんまに。そんな、ありがたい。13日の夜には本州を抜ける予報。晩ご飯何にしたか。あ、銀だこ久しぶりに食べた。
めちゃ待ち時間あってすごい、そう久しぶりに買いに行ったらすごい遅かった。さっき元気なかった、なんで？嘘。卒業公演かな。でもそやんな。ね。延期になったら脳が来れなくなるかもってそんな言ってくれてたんですか。お前 LINE でもね、 LINE ずっとしてて、そう、それで言ってくれてたんですよね、脳がで、そう、でもなんか聞いたらももちゃんは出れるかもしれんみたいな感じですよね。だからね、仲いいからさ、ももちゃんと、そう、もし延期になったらなったで、そうね、出れるくなるからあれやけど、まあ、脳持ちたいなと思うしね、もちろん、舞台が始まっちゃうからね、そう、脳には絶対出てほしいって言ってくれてた。何それ、嬉しい嬉しい。明日に分かるんやんな。そう、なんかそう言って LINE くれてたから、でも気使って言ってくれてんのかなって思ってて、嬉しい。ねえ、出れるならなおもちろん出たいし、ねえ、あ、応援してる女優さん同じ舞台に出演するので一緒に地域回せて、あ、尾崎飛鳥さんですか。今日お話ししましたよ。以前した、あ、そうなんですね。画質いいんや、そんな今日。寝れんな、眠いなーって思うけど、ちゃうでちゃうで、ショールームはするねん、するねんけど眠い。しかも寝たもん、ちょっとさっきもちょっと30分ほど寝ました。アラームして、でも寝ちゃうかもって思ったけどちゃんと起きれた。そうなんですね。わざわざなおのことを多分調べてね、ルームを見てくださったんですかね。ありがとうございます、ありがとうございます。声が寝起き？いや違うよ、別に声張ったら普通に、でも声がちっちゃい声で喋ってるからこうなるんです。
マのビーフカレーが美味しいよって。甘い？カレー中辛とかやったら食べれないからあれですけど。へえ、何のやつやられる？冷凍とかじゃない？お風呂で寝ないでね。やって、寝ません。大丈夫、ありがとう。アバターっていつもらえるのなぁ。なぁも思ってる、思ってる。ノージョーカーっていう映画見に行ってみたい。なんか面白いかわかんないんですけど、なんかいいんですよね。え、ジョーカーってやつやったっけ違うっけ？ S やんな。そう、なんかツイッターとかでちょいちょい見る、行ったよって。ジョーカー見てみたい。どんなお話？ちょっと気になるんですよね。博多座の公演にノー出るか出ないですよ。うん、知らなくても見れるけど、知ってたらより面白いけ。あー、そうなんや。なおちゃん小顔説、何ですかその説は。何ですか、基本設定とかあるから。なるほどね。映画見る時間あるか、うん、作ろうと思えばありますよ。でも今は寝たいなと思う、もしあるならば。うん、だからあんまりいかんけど。節じゃなくて小顔ですよって。ありがとう、そんなに褒めてくれて。あと5日、ほんまや、新日まであと5日。やった、もうちょっとですよ。じゃあ千日になったらお祝いしてくださいね。やった、お祝いしてもらおう、みんなに。なお、ケーキ買うわ。いや、分からへんけど。あ、そっか、握手会の日や。お祝いのケーキ買うわ、千日。分からんけど、そう、間に合えばお祝いのケーキ買うわ、自分で、コンビニでな。多分夜遅いから。うん、分からんけど、できたら気持ちはね、買う。最終あれですよね、別に握手会の合間とかにショールーム配信しますね。朝にケーキ買っといて、合間に、あ、千日、あーで、合間にケーキ食べる。そうするわ。うん、あ、忘れへんように言ってな、朝にコメントしといて、前日の夜とかに。うん、うん、何のケーキが好きか。チョコケーキ、あのチョコレートのかかってるやつじゃなくて、チョコクリームのケーキが好き。そう、チョコレートがなんかかかってるザッハトルテみたいなやつは
チョコレートが基本苦手やから、そういうのはなんかうわしつこうって思うんですけど、なんかチョコクリーム混ざってるクリームやったら大丈夫なんですよ。そう、ショートケーキとかはイチゴ苦手やから食べれへんし、そんな食べないんですけど、そう、そういう感じかな。難しい好みね確かに。でもルタオみ